こんばんばは、岡田敏夫です、えー。ニコニコ生放送ですね、えー、2月の12日ですねあの第2回目の放送になりますこんばんはこんばんはこんばんはというふうなことではは、い、こんばんば痩せた、あのーえー。先々週インフルエンザでばったりと倒れてです、ね、あの復活したのでですね、えー、痩せて戻ってだからまああんまり変わりません。はい 清水の件、話さないいや話しますよ。もちろんあの今日ですね。色い々ろいろ話題があるんでですね。とりあえず決まってるのは絶対にもう早めにやるの。このシカーダ、えー、山田零士先生のですね。新作漫画、これだけはまあ,あの最初の方でやっときますけども、それ以外ですね。話題4つありますんでですね。どの優先順位で話すのかアンケートを取りたいと思います。あのー、まあそのアンケートってかですね。実はこの4つですね。あの全体繋がってるんですね。すべてが今日はおそらく。 あの宗教とは何かっていうのを考える、まあ、いろんな方向から照らす、まあ、そのシカードを含めて5箇所からのライティングだから全部で一つの話になってるんで、まあ、どの順番で聞いてもらっても大丈夫ですけれども一応あの表放送無料で聞けるものが何なのかというのを選ぶためにちょっとここでアンケートを取ってみたいと思います。 えー、じゃあです、ね、アンケートですね4択ですね、えー「マーティン・スコセッシ沈黙とキリスト教」ですね2つ目「清水文香と幸福の科学」3つ目「えー、日米開戦こうすれば勝てた」って話4つ目「オリバー・ストーン」「スノーデンと」と、まあ、トランプ大統領の話というのをですね この4つ実は統一的な本当に一つにあの最後つながるんですけども、一応ですね、えー、優先順位というのをつけていただいて、まあまあ、とりあえずこれだけでも聞きたいというやつを、まあ、順番で選んでいただければですね、あの、それでですね、話していこうと思います。えー、じゃあですね、答えどういうふうに出してください、アンケート結果。はい。はい はい。えー、やはり清水文香が強いね。えー、清水文香が強くて、えー、次はですね、マーティンスコセッシですね。3番目日米海戦4番目、一番どうでもいいオリバーストーンっていうふうになりましたのでですね。 じゃあまあ、あの、それを乗り越えて、実は一番は鹿畑なので,ですね、もう先週山田先生と約束したから仕方ない。清水文香って誰やという人は、まあ今のうちから清水文香と幸福の科学とかそういう検索ワードで検索してみてください。ケースポーツの記事が一番わかりやすいですね。はい。えー、じゃあですね、やっていきましょう。あの、鹿ダの話からしますね。鹿畑はですね、あの、山田レイジさんのですね、 先週あのゲストに来てくれた山田礼二さんの新作漫画で一、まあ、巻が出たところですね一昨日出たところなんですけどもアマゾンではたい、まあ、ね本屋ではもう、ね、ほとんど売り切れて買えなくなっちゃってるんですけどアマゾンでは買えるみたいなんですねそこで注文してもらえたらと思います話としては150年後の世界今から150年後の世界で、えー、漫画が禁止されてるとで漫画を持ってるのが見つかったらそれを取り上げられて焼かれてしまうという世界ですね。でその世界において、 ダかそのダメな男の子がですね、えー、漫画の中にしかないような恋をするというような、まあ、恋愛ものみたいな話になってるんですけれどもですねそうなんですねあの。山田さんの絵で僕は十分いいと思うんですけども、まあ、この,あのバナアイさんっていう人がですね とにかく編集部から言われたのがです、ね、山田先生はメカが下手だというふうに言われたそうでですね <laughs>、えー、ちゃんとメカが描ける人やると SF 描けませんよというふうに言われたそうなんでですね和、えー、内さんという人が絵を描いていますまあ好き嫌いはある,あると思いますけどもです、ね、僕はこれ十分あの面白く読めてますで、えー、今回です、ね、山田先生にこのシカーダちょっと俺の妄想力全開で 解説するぜって言ったら、山田先生がもうどうぞ。どうぞ。岡田さんの解釈と僕との対決になって構いません。という風に言ってくれたんでですね。安心して妄想をぶつけるんですけども冒頭からですね。まあ、こういうキャッチーな感じから始まります。だから俺は貧乏ですぐ折れるクズ野郎なんだよっていうですね。主人公のすごいダメダメなフレーズから始まるんですね。でもプライドだけはでかすぎるし、何の取り柄もないし、えっ、ー、と君にふさわしい男なんかじゃ。ない。 ねえレム、それってそれでも好きって言ってほしいの?」といういきなりこの情けないセリフから始まってですねでそこで「全部好きよ」っていうんですね。なんか明らかに倒れて死にかけてる感じの女の子が言うとそれに対して「ダメだ」ということで「いたぞシカーダだ」というふうなことで「行くなロルカ」多分この「レム」っていうのがこの男の子で「ロルカ」っていうのがこの女の子なんだろうっていう関係はわかりますね。で「行くなロルカ」というふうなことでなんかどっかで爆発していって。 で、「ロルカ俺はずっと聞きたかったんだどうして君は俺みたいな男こんな何もないこんなっていうのが、まあ、冒頭のいかにも山田礼二らしいですね感じというよりも多分山田礼二らしいというからしくないのかなここまで主人公をですね否定的に弱くダメに書いたのってもともと山田礼二の漫画は どっかか、欠点のあるとかです、ね、コンプレックスのある主人公というのを置くんですけどここまで否定的なものを書かないんですね。でこれでですねそんな男の子が、えー、漫画を隠し持ってる女の子に出会ってスロールカーに出会ってレムはですね、えー、漫画みたいなそのうるせえやつらみたいな恋がしたいとかですね「ベルサイユのバラ」みたいな恋がしたいとかいろんな名作漫画を読むことによって思うようになりそしてシカーだといわれる 漫画を現実化させるる能能力力がある能力者と出会うでえー、っと秘密警察みたいなですねカワセミという組織の中心部に行くとそのシカーだ能力者が閉じ込められててそいつは手塚治虫の史上最大のロボットのですねプルートを現実化させて暴れたりですまあいろんなことがあるんですけども話なんですけどもこれねあのね何でしょうね。 あの山田零士のトリックが最初から仕掛けられてると思うんですよね。っていうのは今言った話だというふうに考えるじゃないですかつまり山田零士漫画家で漫画大好きで漫画の可能性を信じてるとだから漫画を読んではいけない時代になっても漫画を読み続ける夢を見ること恋愛というものができない時代になっても恋をすることを信じる男たちの話っていうふうに ついつい考えちゃうじゃないじゃないですか。で、それがね、大嘘、大トリックだと僕勝手に読んでるんですよ。それは何かっていうと、冒頭からもう言っちゃってるんですよ。主人公が俺はこんなクズ野郎だ。なんで僕をそんな僕を好きなんだと言ったらですね、それに対するヒロインの言葉がですね、あまりに弱い。大ごま使ってるんだけど、全部好きよというのに対してダメだっていう言葉で返してるんですね。ダメだっていうのは変なんですよ。これね。 普通に読んだら「ダメだもうこの女」とか「助からない」とか「瀕死の状態だ」というふうに読めるんですけど違うと僕は読みます。これは何かっていうとつまり主人公がすごくダメな人間で「でこんなダメな俺をな何で好きなの?」って言ったらその彼が欲しいのは「でも好き」とか全部好きじゃないんですよ。つまり「なぜ自分がこの世の中に存在していいのか存在理由を彼女に問うてるのに。 あなたに存在理由なんかないわっていう風に言っちゃってるんですね。なので予定調和のセリフしか言ってくれないからダメだ。この後に及んでこの女は本音を吐かねえという意味かもわかんないし、所詮作られたキャラクターだからダメだということかもわかんない。ここで僕がなんか思ったのは、あ、まあ一番最初に直感的に思ったのは分かった。この女こそがこの主役のレムが作った漫画の具現化なんだなと。つまり。 このお話の中に出てくる女の子とこの冒頭に出てくる女の子というのは別人でですねそうなん,だなんだろうな現実の女の子というのの恋愛というのに絶望したおお男の子が二次元の女の子を具現化することに成功して漫画の世界みたいな女の子をしてくれたところがその女の子っていうのは予定調和のセリフしか言わない自分の想像力の範囲内のセリフしか言わないので自分に なんというのかな救いを与えてくれないと。つまりなんかね漫画を信じようとする漫画家の山田玲司がですね自分が生み出したキャラの言葉では救われないというジレンマに悩み漫画に絶望し仕掛けながらも信じようとする信仰告白の話ではないかなっていうふうに思うんですよね。でないと冒頭のセリフのやり取りが不自然で不自然でしょうがないと。あの。 希望を書くには最初絶望を書かなきゃいけないんですよ。で、絶望を書くときにこの話の中で絶望っていうのは何かっていうと恋愛に対する絶望とか女に対する絶望とかそれじゃ足りないんですね。なんだろうな。 創作物に対する絶望を書かないと成立しないんですよね。それは自分が漫画家であるということに対する絶望であり漫画家なのに原作に今回追いやられて他人が絵を描いてるという変身文明っていう怒り全てが入ってるはずだからそういうお話になるんではないのかなっていうふうに俺は読んでるんだけどどうだ山田明ズボシだろ <laughs> <laughs> という話だというふうにですね余談を持って読んだらですねこの話の展開がすごい面白いんですねっていうのはいろんなところになんか仕掛けがあるんですよ。っていう時にですね何だろうなもう穴だらけになった日本列島衛星写真の日本列島が出てくるんですね。で日本列島のもう東京ももなない、い。大阪もない であとはんだろうな青森もなく福井もないというですねなんかあの大都市がなくておまけにあの原子力発電所が全部ないような状態のですね穴だらけの日本が描かれてで、えー、今の日本,日本では漫画を読んでて夢見るようなやつの居場所がないというような話がありでカワセミっていうです、ね、秘密組織というかまあまあ,あの警察特殊警察漫画を取り締まるえ秘密じゃないですねあの特殊警察みたいな本部に行くと そこにはです、ね、鉄腕アトムの資料があってそれを読むと「ちょっと待てこのロボットの動力源は?」って驚くところがあるんですよつまり原子力によって破壊された世界でだからこそエネルギーがないで、えー、あらいろんな都市が水没していてで基本的に季節は冬なんだけどどうもこの星には夏が来そうにないこの雰囲気で書かれていると。というところからですねポストうん核戦争じゃないんですね。ポスト 原子力事故後の世界でありそこのお話だというのが書かれてる。でおまけになんだろうなあの所得によって国民が分かれていて0.1%の超エリート層とその他大多数とで国民の90%を形成しているなんだろうあのゴールドと呼ばれる名前はゴールドなんだけども最下層というふうにやられてるんですね。でも なんかね、あの漫画内ではこういうふうな所得による身分性って書いてるんですけども実際にこの中で書いてるのはですねなんだろうあのゴールドに生まれてつまり恵まれないものに生まれて何が強いかというと金と女がいないっていななうにうにシンプルに書かれるんんでですすね。変なんですよね。変よつまりもしそれが貧しいことだったら仕事がないとか家族が持てないっていうようなことがあってもいいはずなのにあくまで 金と女しか問題がないというふうに書かれてるんですね。でということはですねここで書いてるのは所得差ではなくてですねモテ力の差みたいなものが書かれてるだけなんですよイケメンや美女に生まれてきた0.1%とそれ以外の90%の僕たちの話というふうに書かれてるんですね。だからなんかこう美しくない90%の人はあの恋や金に恵まれないのでですねだからその漫画に逃げると。 漫画に逃げると国民は生産をしないのでその国家というのは貧乏のままであるというですねなんかだから漫画を燃やしてしまうでも漫画を燃やしたから夢を塞いだからといってモテない人間がモテるようになるわけではないっていうのがこの「シカード」の中で書かれているジレンマだと思いますあの一見所得の差みたいに書かれているんですけども延々この少なくとも一巻を読んだ限りこの中で書かれている問題っていうのは金ではなくてモテなんですよね。そこら辺がまあ その山田玲司の問題定義のあり方の特徴かもわかんないんだけども SF として架空世界を設定したらやっぱそういうことを書くとですねその持てないことっていうのはどういうことであってで、えー、その社会の中で生きていく俺の読者の大多数にどのような福音を与えるのかそしてその福音を俺は信じられるのか。 うるせやつらを描いた高橋留美子はどんな恋をしてきたんだと <laughs> 青い炎を描いていた <laughs> 島本和彦はなぜ今主にコミケで活躍しているのかっていうですね <laughs> すごい問題提起がこの奥にあるなと <laughs> いやなかなかね あの入っちゃいけない領域に入ってしまってこれは <laughs> マーティン・スコセッシの沈黙のように山田蓮ジの代表作になるのと同時にですね山田蓮ジがユダになってしまうのかつまり漫画を裏切ってだろう連載するために魂を銀13枚で売ってですねそして嘘を書くつまり うーん信じられないような夢をクライマックスで書くのかそれとも冒頭で書いてるようなです、ね、女の子が夢みたいなことを言ってくれるんだけどもそれに対してダメだと絶望する本音を出してくるのかの大勝負だと思いますね。ななんかあの、ね、やっぱりね、自自分分も知らない自分のちを、レムは聞きたくて。あの ロールカーに問いかけるわけですね。なんでこんなダメな俺を好きなんだいやなんでこんな俺をダメな俺を好きなんだっていうセリフのこの痛さ全体がこの漫画のテーマになっているんですけども <laughs> そんなものね値、あのー、打ちなんかないんですよねそれを聞いてる時点で。でも値打ちがないのになんでヒロインが自分のことを好きかって言ってくれるかとそういうキャラだからなんですよ。そういうういいキャラっていうことは、 そこがやっぱり漫画の限界線であり、なんでうるせえ奴らでラムちゃんはアタロを好きなのかというのは、うるせえ奴らの内部では語られないんですね。外部である僕らが補完して考えるしかない。漫画の中の世界というのは予定調和だから、それはなんかそれ以上のものは与えられないんですね。その与えられないということに対して、目をつぶって、読者を裏切って漫画のために生きるか、それとも目をつぶらずに、 読者の方向を向いて漫画を裏切るのか、どちらにしても山田零時や裏切りの方向しか残されていない。<laughs> もう今度から山田ユダ零時と名乗れって思うんですけども、<laughs> そんな漫画です。あの、なかなかですね。あの、普通に読でもね、読むよりは、こういう邪推しながら読んだ方が面白い作品だと思うんですね。あの、まあ、そういうですね、現実、この世界の中で書かれている。なんだろうな、あの核によるや。 滅びがあった後の世界でそういう現実に対抗する力っていうのは一応漫画を信じる心にあるっていうふうに書かれてるんだけどでもその漫画を信じてもその漫画の枠からは逃げられないなんで主人公はそんなにヒロインに愛されるのかというと主人公だからという理由でヒロインだから裏切らないという理由しか少なくともあの今の漫画の中ではやっぱり示せないわけですね。それを予定調和的に感じてしまうと漫画を信じられなくなってユダになってしまうと。 えー、なんかねなかなかあのいい話でありますんでですね、えー、上の方にですねリンクが出てますんで皆さんアマゾンでですね、えーまあ、さっさと買ってくださいあじゃあ分かった明日本屋で探そうと思っても無駄です本屋には置いてありません俺も散々探したから <laughs> もう諦めてアマゾンで買ったよ <laughs>、えー、じゃあ次行こうか。 えー、そうだね清水みかと幸福の科学の話を聞きたいわけだねみんな <laughs> 分かった分かったあのねこれどこだっけな一応ね用意はしたんだよさて 上の方のリンクで「出家します!」「清水文香が電撃引退幸福の科学活動宣伝」って書いてるんだけどもまああのフェイスブックにも書いたんだけどもあのー、この記事自体が嘘というかですねあのー、まあ誘導なんだよね、えー、つまり清水文香は引退するんだけどもあの幸福の科学に出家するから引退ではないんですよ。 幸福の科学に所属して幸福の科学のバリバリ新社としてやってるんだけども芸能活動を続けたいと本人は言ってんだけども芸能事務所のレ,ブロレプロがあの例の能年レーナをいじめてるところで、ね、あそこが <laughs> 言うことを聞かない女優だからもう引退させるって言って引退させると。 何だろう信仰宗教幸福の科学にはまっててあの引退っていうこの前は本当なんだよ幸福の科学という信仰宗教にはまってるも本当引退させるも本当でもこの間の因果関係をだからレプロは言うことを聞かないあら女優だから引退させますとは言わずにまるで なんか新興圏にハマってるから出家するから本人が引退するって言ってんだよいや困ってんなうちなんだけどねみたいなニュアンスで言ってまあそれがまあ芸能マスコミがそのまま報じててで僕が文句言ってんのはですね芸能マスコミがそれ言うのは、まあ、しょうがないよだって芸能マスコミなんてさなんかあのいろんな芸能プロダクションともちつもたれつの関係でやってんだからそれは。 彼らはそういうもんだから仕方ない。彼らはそういうところを卑怯だ、ダメだって言うんではなくて、僕ら自身があそういうもんだと分かっていればいいだけだからね。ただ、そういう芸能マスコミに踊らされなくてもいいはずのネットメディアまでもが、それのまんま記事を食べ流しにして、清水文香、洗脳で引退とか宗教にハマって引退って書いてるのは、これは何だろうなという,うに僕は思うんだよね。で、もし清水文香が、 あのカソリック信徒だったらどうなるのかとつまりいくら清水文佳が言うことを聞かないからといっても事務所は引退の理由をいやカソリックに洗脳されたからとは絶対言わないはずなんだよね <laughs> つまり今回の報道っていうのは僕ら日本人が持っている偏見を利用されたいわゆる日本人に対する偏見を利用されて、えー、反日に載せられている韓国人と同じように宗教に対する偏見をうまく利用されて 清水文佳に対して何かこうアンチな心を持たせようとしてる戦略に僕らはもうまんまと乗ろうとしてるわけだよな。<laughs> いやで僕は何かそういう偏見で踊らされて事実から目を背けさせられるのは。 割と嫌いな方な方んだけどもなんかこうネットとかツイッターとか見てるともうまともになんかねそれ乗っかってる人が多いから <laughs> いやいやいやもうなんかねだ大丈夫かなみんなって思っちゃうんだけど <laughs> まあそうだよね今あのコメントで出てた「バカだよね」っていう出てたんだけどそれを一生懸命言わないように今説明してたんだけども「<laughs> バカだよね」<laughs> 世の中の9割っていうのは「バカだよな」と思う。で世の中の中割はバカだから。 バカだからっていうのはどういう意味かというとバカだからバカでも安全なような仕組みを組まなきゃいけないわけだよね。僕らの9割はバカなんだからしょうがないよ。僕らの9割がバカだっていうのは9人バカで1人賢いっていうわけじゃないんだよ。 人間の僕個人岡田と一個人の中の9割はバカで1割はまあまともという意味でその1割のやつでできるだけ人と接するしかないし9割のバカの部分はまあ漫画とかを読んでいこうアホな妄想に浸るぐらいが一番いいんだけどさだからバカを否定しちゃうと自分の中のバカを目を背けるようになっちゃうからバカを乗り越えようとしちゃうけどもバカを乗り越えようとしたら弱さを乗り越えようとしても何にもないっていうのはこの後マーティン・スコーセッシュの沈黙 僕でゆっくり話すけどさ。いやいやこのニュースにあんまりエネルギー避きたくないそうかな俺このニュースってさなんか自分たちの日本人の偏見っていうのをびっくりするぐらい分かりやすくシンプルに伝えてくれるいいニュースだと思うけどねで。まあそういう 芸能記事っぽい話を置いとこうよなあ。つまり、なんでそんな報道のされ方されちゃうんだっていうのをいつまでも言ってもしょうがないです。そのさっきも言ったように、まあ,あの、芸能ニュースなんてそんなもんだという程度でいいと思う。で、なぜ幸福の科学,科学にっていうのが次によく言われてるポイントね。つまり、さっきも言った、これはカソリックだったらどうだっていうのはどういうふうなことかっていうと、 あの、清水文香がハマったのが幸福の科学ということで、なぜあんなバカみたいな宗教にとかさ、なぜあんななんかあの、なんだろうな、大川隆法がいっぱい本出してる、えー、坂本龍馬のあの、こんな霊言を聞いたとか、もうすごいよね、あの、キリストからこんな話聞いたとか、アインシュタインからこんな話聞いたとか、ゴッホからこんな話聞いたとか、バカみたいな本をバン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 出してるわけじゃん。で、 バカみたいな本をバカバン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 出している明らかに変な頭のちょっとおかしいおじさんに見えるわけだよ。見えるっていうのは俺は別にあのなんだろうな大川流法を弁護してるわけでも何でもないよ。<laughs> えー、頭がおかしいかどうかは別あのトランプみたいに隠し犯的にやってるから頭はいいと思うし頭がいいからこそあんな愚かなことをしていながらも信徒があのあれだよねちゃんと増えてるわけだよね。で 怪しいのになんでっていうふうな批判は当たらないんだよね、うん、っていうのはなんでかっていうとどんなに怪しくとも例えばアインシュタインがこう語ったとかさ坂本龍馬がこう語ったっていうのを信じられて信じれてしまったら自分がああ本当だと自分の中でついつまが合っちゃった瞬間にそれは怪しいというのは批判ではなくて誤解されてるになっちゃうからね信じちゃったらもうそれでおしまいなんだよ。であのね僕は 宗教に関して、まあ、今日いろいろ話するんだけどさいろんな方向から話するんだけども基本的にいろんな宗,宗教は許容してるというか人間は宗教から自由になれないというのが持論だからさあの日本人は無神論って言ってるけど無神論のふりをしてるっていうのが僕の持論なんだけどもあので一番危険なのは神様なんかいなくて平気だとか自分は宗教を信じてないって思い込んじゃうことなんだよね。で そういうふうに考えてると大川隆法が言ってることの中にたった一つの真相が見えてしまったらその瞬間全部を信じちゃうわけだつまり無信論のつもりでいると1信信じじたら100全部信じちゃうことなんだよ、ね、でも必要なのはなんか50ぐらい信じることで僕は日常生活は十分なんじゃないかと思ってるだからあんまり信心がないんだったらちょっと信心ポイント上げた方がいいし。 いやもうかなり新人ポイント高い人だったらちょっと新人ポイント下げた方がいいっていうなんかそれぐらいの問題だと思ってるんだけどもまあ例えばだなここに清水文香がいるとするよそうすると僕はどういう話をするのかっていうと大川隆法さんの本が、まあ、本当でも構わないよと本当に坂本龍馬と話ができて霊視ができて 霊感を得て、て坂本本龍馬がこんな言葉書いてる。それ、当で,構わないよで大川隆法さんが山のように出してるあの「くったんない」「くだたんないもん」も本あれ全部本当で構わないよアインシュタインはそんなこと言ったんだイエス・キリストはこんなこと言ったんだと釈迦はこんなこと言ったんだ大川隆法さんはすごいと言ってるともうそれでもうなんかもうこうなってくると僕なんかあのあれだよねあの青山清舟と一体どこが違うのかよく分からなくなってくるんだけど大川隆法。言ってるそれ全部本当で構わないと。 のだからといって状況は何にも変わらないと思うんだよねつまり坂本龍馬がなんか死んだ後、霊になって世にもつまらないことを言ったとしてもそれが何なのかとだからといってかつて生きていた時代の坂本龍馬の業績を否定することにはならないし死後くだらない霊になったとしてもだって生きててもさ その石原慎太郎って若い頃はそこそこいい文学者だったのに、年取ったらダメな政治家になって、もっと年取ったらひどい政治家になったじゃん。だから若い頃と年取った頃で違うのが当たり前のように、生きてた頃に超偉かったとして、ブッダであろうと、キリストであろうと、アインシュタインであろうと、死んだ後、まあなんかろくな飯も食ってないわけだからさ、頭がボケて、大川流法ごときを褒めても、別に変じゃないと思うんだよね。 だ生きてる時に偉大だから霊にに。なってもう偉大だだと思うのは、権威主義だよ、単に <laughs> それはなんか生きてる時のその業績を見たりその本を読んでああって思うのはいいんだけどもでも死んだ後とかさなんか年取った後でその人の言ってることを全肯定全否定するっていうのはそれはただ単に思考停止であってあのんだろうな権威主義だと思うんだけどね。だから イエス・キリストとか釈迦とかベートーベンとかアインシュタインの例がどんだけ大川さんが本出してるか知らないけど大川隆法を信じなさいと言ってもそれをなんかねそんなこと言ってないベートーベンがそんなこと言ってるはずがイエス・キリストが大川隆法はすごいだって言ってるはずがないっていうのはね論理のすり替えなんだよっていうか相手のね論法に乗っかっちゃってるんだよね。それは嘘だって言ってるんではなくていやアインシュタインが死後あんたのことをどう思うが 俺がすごいと思ってるのは、生きてた時代のアインシュタインがあんたをすごいと言ってないんだから別に死後アインシュタインが何をとそんなん知らねえよとそんなん関係ねえだろうと。これだけでいいはずなんだけどねあのイエスキリストも釈迦も死んだ後は頭悪くなっちゃったなっていうのでいいと思うので清水文香さんもそこら辺りの良識が本当に普通の常識があればいいと思うんだけどもどんなもんでしょうかね敵はね あの僕らの敵はカ,トカルト宗教じゃなくて今言ったような自分の中にある偏見宗教に対する偏見だったり権威主義であったり自分の内部にしか敵はないと思うんだけどねまああの、まあ、死んだ後のキリストとか釈迦とかアインシュタインの言葉を自分の判断よくい上にするようなことはないようによろしくお願いしますということで、えー、清水文香問題は終わりですけども。 <laughs> 統一教会についてはいやもう同じようなもんだと思うけどね統一教会についてもあのー、私は何だろうな統一教会ってあれだ死んだ後、死んだ後じゃねえや。あのあれだよね文鮮明っていう人がイエス・キリストの次の救世主だとしてるんだよね。で救世主だからといって別にじゃあどうかって話だよな。あのー、神から使わされた。 救世主であろうと、神から使わされてないドナルド・トランプより影響力がないわけなんだから、神のから使わされたというのは、現代においてそれぐらいの意味しか持たないというふうに考えた方がいいんじゃないのかな。なんか、あのピコ太郎の方が俺、影響力があるような気がしちゃうんだけどね。宗教がそんなに大きい時代、力を持ち得た時代っていうのは、 うん、言葉だけではねもうね届かないよねなんかもっと別のものを持ってない限りっていうのがちょっと後半の方のあのうん日米開戦の話とかあとはあのスノーデンの話のところでちょっとやってみようと思うんだけどねうん安倍信者だわうん,なんかね今日ねあのえー、学習大学の井上先生と話して。 ななんんで、安倍晋三はあんなに強いのかというかです、ね、もうこの井上さんももう本当に別に安倍首相のこと好きでも何でもないんだけど安倍首相以外の政治家がダメすぎて彼を支持するしかない 保守の辛い立場もよくわかるって話をしてて。話をし保守の人も別に安倍さんが好きでしょうがないわけじゃなくて持ってる駒の中で一番まともでおまけに何だろう保守なのに憲法を改正するっていう保守か確信か分かんないようなことを言ってるからもうあれ以外に自分の過激にを載せる場所がないんだよねって話してたんだけどまあすごいよく分かるよな。えー、じゃあですねあの二番 えーと2番目のやつか「マーティンス・スコーセッシュと沈黙」の話をするんだけど多分話してる最中にあの時間切れになってしまってですね、えー、あ大丈夫かな今まだ30分だよね45分ぐらいまで話し終えるかな。さてさて大丈夫かな。 えー、そこまで長いまあ長いかもわかんないかもな「えー、沈黙」はね、あのー、見た方がいいよって話なんだよねマーティン・スコセッシ監督の。でいろんな映画評論家の人とかあともうネットでもですね散々語られてるみたいなんだみたいっていうのは俺そういうの見たり読んだりあんまりしないあの他のねあの人の映画評論を全く見ないというのが僕のやり方なんだけどもですごく面白かったんだよな。あのー どうう説明しようかな。江戸時代のキリシタン弾圧の話なんだけどもそれだけだったらあんま面白みがわかんない。えっ、ー、とね俳優の話からしようか主演のアンドリュー・ガーフィールドっていう人がいるんだけどこれがですねセバスチャンっていう主役の「 いわゆるカソリックの司祭やるんだよ。イエズス会から発見された。これ、アメージングスパイダーマンでスパイダーマンやったやつ。だから、以後、以後、この番組の中ではスパイディーと呼ぶよ。<laughs> スパイダーマンが主役で、で、スパイダーマンと一緒に日本に来て、一生懸命キリスト教を布教するというか、ダーザーで布教するというやつが、あの、フランシスってやつなんだけども、あの、カイロレンがやってんだよね。<laughs> あの、<laughs> ハンソロのパパが大嫌いで、ダースベイダーカブレのカイロレンのあの、ウマラの役者が <laughs>、 だ <laughs> からすごいだろスパイダーマンとカイロ・レンが日本に来てキリスト教を布教するとなんでそんなことになったのかっていうとあのフェレイラ神父っていうのがこれがね僕あの神父って言われてたんだけどそいつがどうもあの日本でのカソリック弾圧ヒリスタンあの,追い,出しあの追い払いとかに負けて でキリスト教を捨てたっていう噂が、ヨーロッパのイエズス会の本部に伝わってきたわけだ。であの人でもダメだったらもう日本という国はダメだと思ってこう切り捨てるんだけどもさ切り捨てようとしてでそれに対してカイロ・レンとスパイダーマンが「いやいや待ってくれ」という話なんだけどもそのフィレイラ神父イエズス会最強の神父っていうのを誰がやるのかというとリアあの、えーとニア,ムリアム・ニーソンっていう。 あのスター・ーウォーズエピソード1でクワイガン人やったやつなんだよ。な,なんでここまでの婦人を行く <laughs> マーティン・スコセッシーなぜっていうなぜここまでなんだろうなマーベルっぽいというかアメリカンアクションスターを集めてクワイガン人がもうジェダイのことは信じられないと言ってそこにカイロレンとスパイダーマンがちょっと待ってくれ師匠っていう本当にそうなんだよ。そういうお話なんだよ。 で、まあ、島原の乱の後の、いわゆるキリスト教が一番弾圧された頃の日本に、二人は旅立つわけだ。イエズス界最強の神父でもダメだったらもうダメじゃんというふうなことで、日本は切り捨てられるとしたんだけども、その二人の若い神父だよね、スパイダーマンとカイロレンが、ちょっと待ってください、僕らに行かせてください。もうここら辺のね、絵の撮り方、めちゃくちゃ美しくて、なんでこんなに普通の風景を撮りながら、マーティン・スコセッシってこんな綺麗なんだろうって思うんだけども。で、 じゃあ,あの参考の予備知識から言うとイエズス会っていうのはどういうとこかの今僕の話しながらカソリックって言ったりイエズス会って言ったりして、まあ、いろんな言い方してるんだけどもイエズス会っていうのはカソリック教会の中の一派閥みたいなもんだと思っておいてでク教団なんだよ。不、えー、の仕方も強烈ならば、えー、それに対してなんかねあの司祭とかあの神父自体が 力を持って戦うつもりでその宗教者というよりはうん別に実際に戦闘するわけじゃないんだけども現地で生き抜いてサバイバルして秀吉を布教するというふうなものでですねあのかなり特殊な集団なんだよね。でおまけにあの国王とか政治に対して意見をする団体でもあったと。 例えば、えー、豊臣秀吉が日本を統一して3で長編へ出兵する時にまああの大体中国地方,地方から九州バーッて行った時に、えー、ポルトガルとかスペインの船が日本人を奴隷として連れて行こうとするのを見たんだ。でそれをイエズス界の,人間の神父も一緒にいたもんだから、えー、秀吉は怒って今後貿易するのはいいんだけども,もうとにかく。 えー、キリシタンとと。は縁を切ると日本人を奴隷として連れてくるのは何としたことかというふうに激怒したんだけど実はイエズス会自体はこのポルトガルとかスペインの国家の奴隷貿易に反対してたんだよね。で何回も何回も意見書を送ってたんだよ。あのスペイン王とかポルトガル王にとりあえず日本という国はこういう奴隷っていう制度は全くないしそういうことに対する抵抗もすごいから。 ちょっとその商売の仕方やめてくださいという風に意見書を送ってたんだけども、スペイン王もポルトガルの当時の王も、それを無視して、無理やりやろうとして、で、なんだろう、担当者がまたさ、軍事力見せつけれゃ秀吉おとなしくなるかなと思って、でっかい大砲とか見せつけて、秀吉はそのでっかい大砲を見た瞬間、おいいじゃん今から朝鮮行からそれ売ってっていう風に言ったら、いや、これは見せるだけで売,れ売りませんっていう風に言っちゃったんだ。 そうすると秀吉はすごい疑心暗鬼に駆られてなんせ一番人を疑ってた時代の秀吉だからさ <laughs> 武器を見せてそれを売らないいうことはそれは俺たちを攻撃するという意味だなというふうに解釈して余計にキリシタンなりその南蛮に対する当たりがきつくなったというまあそういう歴史的経緯があると。えー、まあそういうわけだからだイエズス会っていうのはその政治に対する意見をする絶対君主というねあの権力に対して まあ、戦闘力を持ってしまった介入団体でもあったんだだからどちらかというとだから銀河共和国議会とジェダイ騎士団という関係が僕ここはなんかすごく似てるなと思ってるんだけどもなんかそのジェダイ騎士団が一応銀河,連邦あ銀河共和国の議会の決定に従いながらもその内容に異を唱えたりで現地でそうなんだろうなやってることっていうのはすごい そうイエズスカイっぽいところがあるなと思ってんだけども、まあ、こういうふうに見ていくとそのーマーティン・スコセッシの沈黙っていうのはある種の多分ヨーロッパ人にしては SF 映画のものすごいリアルなものだというふうにも取れるんじゃないかなと思う。で原作のねあの遠藤周作の沈黙っていうのがあるんだけどさ、まあ、これとマーティン・スコセッシの沈黙は実はかなり違うんだよね。あのー ちょっと遠藤周作の方で説明するんだけども、えー、遠藤周作が書く沈黙っていうのは神は何も語ってくれないっていうふうなことを書いてるんだつまりイエス・キリストがゴルドーダの丘に貼り付けになった時に神をなぜあなたは私を見捨てるんですかという時に神は答えてくれなかったとそれは何でかっていうのはキリスト教徒の永遠の問いでもあるんだけどもこのひどい弾圧されている日本の中でそれでも一生懸命 <coughs> なんだろう 神を信じようとしている、かわいそうなキリスト教徒が絶望しているときに、「何であなた励ましの言葉を与えてあげないんですか?」っていう、神が沈黙していることのなぜなんだ。それは、僕らは無信人のものからしてみたら、「いやいや、そんな神様なんか存在しないから、神は沈黙しているのは当たり前じゃん!」って思うんだけども、神を信じている者にとっては、なぜ神は沈黙し続けているのか。この世の中が、例えばそのあのあイスラム国問題にしてもそうだし、多分トランプ アンチ・トランプの人にしてみればトランプが大統領になったということに対して神が何か掲示を出さない例えば空が金色に燃え上がるみたいな掲示を出さない沈黙を保っておられるというのはどんなことなんだろうってすごい悩み事になってんだ僕らにはよく分かんないけどもまあ,あのキリスト教というのはそういう宗教だと思っといてくれでこの中で語られてる原作の中で語られてるのは「神というのは実は不在いないかもしれない」っていう悪魔のささやきがメインテーマなんだ でえー、強き者はそういうキリスト教を信じるなとか捨てろっていう試練に拷問に何か耐えることができるだから耐えなければいけないとでも弱き者の味方こそが本当はキリスト教の本質ではないのかとキリストイエスキリスト自身を銀13枚で売っちゃったユダこそが貧しき者であり弱き者だから本当はああいう人が神に愛される人ではないのかっていうような ちょっとかななり逆説的な内容を遠藤周作が書いてるんだよね。遠藤作という人自身がコリアン先生ということで昔あの北森雄の「ドクトルマンボウ」と「コリアン先生」みたいな対立,対立塾でもないんだけど名コンビみたいなもんで実は文学界のなんか芸人みたいな人だったんだよね。えっ、ー、とねあえてめちゃくちゃな言い方をすれば下田歌劇とあんまり変わらないポジションの <laughs> 作家っていうのは変なんだけども。 こういう沈黙みたいな文学作は全く売れなくてどちらかというとコリアン先生エッセイ集みたいな 軽いエッセーばっかりが売れてると。北森もそうだよね。ドクトルマンボ青春期とか公開期っていう軽いエッセー集は売れ,売れたんだけども、ニレ家の人々みたいなものは全く売れなかったわけだから、日本の文学界っていうのはその文学そのものよりもその人のエッセイストとして使ってるところがよくある。まあ、瀬戸内寂聴の本は読んだことがなくても瀬戸内寂聴のお言葉とか人となりはみんなしてるのと、まあ全く同じようなもんだと思っといて。で、 えー、なので遠藤周作がこの沈黙の中で書いてるのはその弱き者を拷問に負けてしまう者転ぶ者こそがキリスト教の教徒としての本質ではないのかではその中でキリスト拷問に負けなないい強さとと。うののは、どんな意味があるのかとでも神の前ではそんな個人ごときの信仰心の強さ弱さなどはすべて等しく無力であってだね。 それこそが神の愛する人の本質であるという、とんでもないことを書いてるんだ。これはつまり何かというと、毎日神様に祈って信仰心を強くするという。カソリック教会そのものを否定している本でもあるんだよ。カソリックの信者である遠藤周作はね。だから、なんかね、ものすごいギリギリの線を、そ,それでありながら、カソリック。 あの神に対する信仰を捨てずに遠藤出産が書いてるからそれは反動であんな,なんか軽いエッセイでも書きたくなるわっていうようなやつなんだけどもなのでキリストを裏切ったユダも信仰のために島原の乱で処刑されたキリシタンもその上下はないっていうふうに書いちゃってるんだよね。だからその、今回のののスコセッシの沈黙の公開で、 日本のカトリックもプロテスタントもちょっと微妙にざわついてるところがあってさつまりこの沈黙っていうのをどういうふうに読むのかっていうのを読み方を間違えちゃえばもしくは間違えちゃえばということなのよな多分解釈多様だから間違いないんだけども一歩踏み外すと異端の書みたいになるんだよねつまり信仰心の強さというのは神の強さの前では全てが無力であるって話になっちゃうから。でこの 遠藤周作の本の中では神はなぜ沈黙するのかということに対してちゃんと答えが与えられててそれはなんかねあの主人公を何回も何回も裏切るあのスパイダーマンを何回も何回も裏切る吉次郎というやつが出てくるんだで吉次郎というやつが最初から最後までも本当に情けなくてずるくて弱くて最低の人間というふうに書かれてるんだけどもその人間がもう本当にずるくて弱くてで最後主人公はあのキリスト教を捨てちゃうんだよね。 まあある理由があってキリストを捨てちゃうんだけども捨ててもう既にパードレではない神父の資格を失った一人の人間として日本人として生きなきゃいけなくなるんだけどそこのところに「懺悔を聞いてください」っていうふうに言いにくるんだ吉次郎はそうすると主人公は「私はもう既にキリスト神父でもないしそれどころかキリスト教でもない」といわゆる「滅び」というやつで人間として一番ダメな人間だったそんな人間が何で懺悔を聞く資格があるんだっていうふうに言ったら「 吉次郎は「いやあなたは私の残悔を聞くことができるはずです」と言うとだからそしたらその主人公は「じゃあ形だけだから」っていうふうなことでもうすでに自分はキリスト教徒ですらないんだって思いながらもその残儀の言葉を聞くとでこの時に初めて全編通して初めて主人公はこの小説の中で神の声を聞くんだよね。それまでずっっと沈黙を保っていた神が、 それは何かっていうと何かこう何だろうな神は沈黙してるんだけどもそれに対して私がこれまで主人公に対して生きてきたことすべてが神について語ってるんだっていうなんかねちょっとアクロバチックな論理なんだけども、あのー、うんとねもう本当に一冊の文学作品をちょっとね 口で言うのはすごく難しいんだけどもその瞬間にだけようやっと神の声が聞こえるという奇跡を最後の最後の方で書くために膨大な枚数を使って資料を調べてキリスト教ののの弾圧がどんなものなものか、ね。主人公というのは最後キリスト教を捨ててヨーロッパを裏切ってイエズス界を裏切ってしまった後で自分と同じく一番弱い何回も何回も転んで何回も何回も踏み絵を踏んで何回も何回も裏切った人間が。 もう本当に何百回目にもう今度こそ信じます今度こそ信じますという残悔を聞いてあげることでようやっとキリストていうか神の声を聞くことができたというお話なんだわ。でそれをねなんかねうんとね映画で作るのはめちゃくちゃ難しいんだよね。あのー、これねキリスト教の本質が何,何かっていうのは多分いろんな、ね、言い方があると思うんだけども難しいけどちょっとやってみるね。 まずだねほとんどのキリスト教徒はあのえー、誤解あるかもわかんないけどもそうじゃないんだそんなねバカみたいなやつはほとんどいないんだよそうじゃなくて神は存在しないかもしれないという不安があって毎日毎日信じようとするのがキリスト教徒なんだだから懺悔っていうのがあるんだよ懺悔というのは何かっていうと 信仰心が薄らいでしまったゆえに、私はこんなことをしてしまいました。私は隣人に嘘をついてしまいました。なぜかというと、神の教えっていうのが自分の中で由来だから。つまり、神の存在を信じきれてなかったからです。だから、それを私は懺悔しました。これが懺悔の本質であって、日本人がついつい感じてる考えている、キリスト教徒というのは、神様の存在をもう頭から信じている馬鹿みたいに呑気な人ではないんで。 神様の存在という信じにくいものを毎日毎日努力して信じ続けようとする姿勢のことを信仰というんだよ。だから大事なのは神の存在を信じるという信仰という姿勢でそのための祈りっていうのがある。これがそのキリスト教の大体岡田敏夫が語るキリスト教の定義だけどね。これも多分人によって全然違うと思うんだけども。で じゃあそのユダヤ教とキリスト教って何が違うのかっていうとまあスネオというやつがいるじゃんジャイアンっていう怖い人がいるとで、まあ、ジャイアン最近家にこもって出てこないとでスネオがジャイアンが来るぞとだからみんな注意しろよとジャイアンが来るからみんなちゃんとしなきゃいけないだからジャイアンっていうのは恐怖であってなんか俺たち全てを支配していると でももうすぐジャイアンが来てすべて俺たちがやってることをお前はどうかどうかどうかって言ってリサイタルに連れてったりしてしまうと。でだから俺たちは正しく生きなければいけないというこのスネオの姿勢がまあほぼユダヤ教だと思ってくれ <laughs> もうすぐジャイアンが来るぞっていうやつででこのジャイアン神というのをんだろうな恐怖とい言い方は極端かもわかんないけど本質は暴力であって怒りであって。 許してくれなないいもののう,うに捉えるのが、ユダヤ教なんだよで。これがベースでまたこれが複雑な教義が作られてるんだけどもそれに対してキリスト教というのは何かっていうとジャイアンというのを人間の心では推し量れない不価値な愛であるっていうふうに仮定したらこれがキリスト教なんだよね。つまりジャイアンは 私たちを見てらっしゃいますとで。ジャイアンは理不尽なことをなさいますがそれは私たちがわからないだけであの歌にも何か意味があるんですと <laughs> いうふうに言うとこれが新約聖書の世界なんだよ。全部そのなんだろうなこの世界というのは理不尽であってさ飢餓とか貧困とかさ日照りとかさもうなんぼでもあるわけじゃん。 そういうものがあるから私たちは身を律さなければいけないという立法主義がユダヤ教。この、この、このスネオ型がユダヤ教であって、そうじゃなくて、それら全ては私たちに与えられてる試練であって、その理由を問うこと自体がすごいけしからんことだと。そうじゃなくて、ジャイアンが、 この世の世中ににいいらっっししゃって、て人間にはそれに対してかなわないんだだから人間は何か成し遂げれることができるんじゃないのかとか他の人より上に立つことができるんじゃないのかというようなおごりっていうのを捨てましょうっていうのが、まあ、そういう白いスネ夫がキリスト教みたいなもんだというふうにまあ俺は理解してるんだけども。うん、であのー、このようにキリスト教自体が 僕らはすごい近くにあって聖書なんかさ多分誰でも読んだことがあるんだけどもさものすごく理解しにくいもんなんだよね。じゃあさっき言った原作の遠藤周作の沈、えー「沈黙」は「沈黙」っていうのは何かというと「神の不在の恐怖」っていうふうに書いててそして「神はなぜ私に語りかけてくれないのか」という不安を書いてるんだけどもマーティン・スコセッシュはどういうふうに書いたのか。マーティン・スコセッシュは、ね、この沈黙という原作を、 恋愛ものとして一度読み替えた上で映像化だから声が聞こえるではなくて姿が見えるというところに変換したんだこの恋愛ものというふうに変えたのが原作の大変更ポイントだと思うんだけどもじゃあそれは裏放送の方で話しましょう。<laughs> え全部の話がまあ一つにつながるんでですねあの本当はね全部聞いてほしいんだけども表放送ここまでの人は。 まあ、あの後でです、ね、そこここから聞こえてくる噂など <laughs> 頼りにしてください。アンケートだけ出してくれる <laughs> ごめんね。なんかもう、めんどくせえ話ですまない。<laughs> 今日の話はね、そんな単純にできないんだよね。まあ,あの、のこの後の、えー、日米海戦、こうやれば勝てたっていう話も、なかなか面白いから楽しみにしててください。<laughs> ほい、えー、アンケート出してください。<laughs> お、はいさすがにあまりよくなかったとよくなかったと普通がもう15%以上あるよねすまんすまんこういう回も時にはあるというふうなことで納得していただければいいと思います、えー、じゃあ後半の方に切り替えましょう岡田敏夫です最後までご視聴ありがとうございました岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です え毎週日曜夜8時からニ、ね、ニコニコ生放送、岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF ハリウッド映画や経済問題などまああの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます、えー、番組は毎回無料のです、ね、表放送45分と有料のです、ね、裏放送がその後でさらに45分合計90分あります。 岡田トシオブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏両放送がすべて見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メルマガも配信しております。えー、参加お待ちしております。